マジで使い始めてから肌が自然にトーンアップしたくないって実感できる商品に出会えたんですよ。期待裏切らんすぎ、もうめっちゃいいね。안녕하세요하나입니다。最近もうめっちゃくちゃ暑くないですか。外に出たらもうほんまに夏が来たって感じで、もう肌もねじり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 してるんですけど、夏になると毎年恐れてるのが皆さんも同じだと思うんですけど、もう日焼けじゃないですか。365日美白ケアには力入れてて、こういう暑いね夏になったらもうさらにギア上げてケア頑張ってるんですけど、美白ケアをどんだけ頑張っとってもそれこそ1ヶ月前ぐらいになんか肌のくすみが朝起きた時にすごくて、これもやばいなと思って、毎日育児家事仕事しながら家でも簡単にできる美白ケアないかなって思って、もういろいろねいろんなものを試してたんですけど、見て、マジで使い始めてから肌が自然にトーンアップしたくないって実感できる商品に出会えたんですよ。肌トーンだけじゃなくって、私ニキビできたら絶対って言っていいほどニキビ跡に変わるんですね。全然消えてくれへんかったこの辺のニキビ跡もう薄くなったんですよ。私はもう今から紹介するそのアイテムでもうこの夏の美白ケアをもう絶対乗り切ったろうって思ってるぐらいなんですけど、ガチで肌のちゃん良くなるし、私みたいにすぐにちょっとした変化にニキビできちゃうよとかいう敏感肌さんでも使える美白ケアアイテムになっているので、気になる方はぜひ最後まで見ていってください。で、皆さん韓国人は肌が綺麗って言うじゃないですか。ほんまに韓国の方って外見、特に肌とかそういうのにもうマジで命かけてるっていうぐらい肌管理をねちゃんとしてるんですよ。美容医療がすごい日本より発展してて、もうなんかあったらすぐ皮膚科行くみたいな感じなんですよ。中でも韓国人は肌が綺麗だけじゃなくって、やっぱり皆さんも白いっていうイメージですごいあるじゃないですか。それぐらい美白ケアにねすごい力を入れとって、 K-POP アイドルとか韓国の女優さんとかも必須で受けてるって言われてるぐらい有名な白玉点滴っていう施術があって、私も一回韓国にいた時に受けたことがあるんですけど、この施術がメラニン色素の生成を抑制するグルタチオンっていう超強力な抗酸化成分がメインで入っとって、持続的にずっと受けていくことで肌を白くしていくっていう施術になってるんですね。でも1回2回とかやったら効果が出えへんくて、定期的に20回は受けないと効果が出ないみたいなんですよ。だから私も韓国行った時に受け取ったけど、その金銭的な面で継続してね続けられなかったんですよ。だけどここ最近韓国でそのグルタチオンっていう成分がかなり話題になっとって、私も毎日そのグルタチオンのサプリを飲んでるんですけど、なんとこのグルタチオンが入った家で簡単に美白ケアができちゃうアイテムがこちらのナンバーズインの5番白玉グルタチオン C 美容液になります。これね、私の大好きな韓国の美容系 YouTuber のアランさんっていう方とナンバーズインが共同開発して発売されるって知った時から、もう絶対いいやんって思っとって、もう期待しかしてなかったんですけど、実際使ってみてもう期待裏切らんすぎ、もうめっちゃいいね。この商品はナンバーズインの集中ケアラインの美容液になってるんですけど、白玉点滴の主成分グルタチオンと、ここにねさらにビタミン成分が含有されてて、グルタチオンの他にもこんなにねたくさんの美白ケア成分が入ってるんですよ。特にナイアシンアミノは 5% もね入っとって、肌をねトーンアップしてくれるとともに、シミ、そばかす、ニキビ跡っていうそういう痕跡をね狙い撃ちしてくれるっていう商品になってます。でね、さっきから言ってるそのグルタチオンって何やって言ったら、実はねもともと私たちの体の中にある抗酸化物質で、20代をピークにね年を取るにつれてどんどん減っていくので、外側からもね補わないといけないんですけど、それをね毎日のスキンケアで取り入れられるってめちゃくちゃありがたいし、すごくないですか。で、美白ケア商品って夜にしか使えへんものやったりとか、成分の特性上を熱とか紫外線に弱くて冷蔵保管せなあかんかったりで、結構ね使い方が難しいものが多いんですけど、この5番の白玉グルタチオン C 美容液は光を遮断する全面黒の瓶の容器になってるので、別で冷蔵保管せんくてもいいし、朝晩いつでも使える商品なので、いいとこばっかなんですね。でね、パッと見こんな感じで容量が少ないなと思うかもしれないんですけど、肌のねターンオーバーが28日になってるんですけど、それに合わせて毎日2回使用するって仮定して、1ヶ月間使える 30ml に設定されてるみたいで、より新鮮で最適な状態で肌に有効成分を届けるっていうことができます。このね 30ml の瓶の中にグルタチオンからビタミン、ほんでナイアシンアミドっていう肌にいい成分が詰まってるって最強すぎん。で、美白スキンケアって肌に刺激的なものが多くて、敏感肌の方とか乾燥肌の方とかなかなか手出せへんかったっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、でこれはこんな感じでとろみのあるしっとりしたテクスチャーで、マジで秒で肌に浸透してベタつかずにもちもちした肌にしてくれます。パンテノール 5% やセラミドなどの鎮静成分も入ってるし、ちゃんとね低刺激性テストまで済んでるので、ニキビとかできて肌荒れしてる時とかも全然刺激なくね安心して使いました。
で、テクスチャーをねよく見たら白いつぶつぶがあるんですけど、これがグルタチオンカプセルになってます。肌になじませるとこのカプセルが弾けて肌の奥深くまでグルタチオンの効能を届けてくれます。私はこれを使い始めてから、まあ、4、5日ぐらいで肌明るくなったってなったし、私の家に友達が泊まりに来た時に、なんか塗った肌ピッカピカやんって言われたぐらいやったんですけど、これね臨床テストを通じて皮膚表面と皮膚内のメラニン、肌トーンの均一度、肌の明るさへの改善効果が証明されているものになってます。でね、この美容液だけでも十分美白効果実感できるんですけど、これと同じ白玉グルタチオンの C ラインの、ね、パッドと並行して使うことでなんと 168% の相乗効果があるみたいです。で、そのパッドがこちら5番白玉グルタチオン C フィルムパッドになります。こちらもね、同じくグルタチオン、ビタミン成分、ナイアシンアミロが入っていて、こんな感じで四角い 2way パッドになってるのが特徴です。最近はほんまにいろんなブランドさんからいろんなトナーパッドが出てるんですけど、四角い形も質感とかもすごい初めての感じでめっちゃ新しかったです。四角いワンタッチキャップの容器で蓋の内面にピンセットを収納することができます。生地の片方はプニプニしたグルタチオンジェリー面になってて、肌にピタッと密着してパックとしても使えて、もう片方は柔らか 100% 純綿ガーゼ綿で肌を軽く拭き取って角質ケアすることができて、ほんまに拭き取った後肌ツルツルになるんですね。で、私はこの商品に出会ってから毎日朝晩のスキンケアで、洗顔後美容液を顔全体に塗ってなじませて、ニキビ跡とかシミが気になるところに美容液を重ね塗りします。部分的に特に集中ケアしたいなって時はパッドのジェリー面で蓋をするように10分程度パックするように使ってるんですけど、こういうね肌のキメとかも整ってきて、ほんまに商品の名前の通り白玉みたいな透明感のある肌に近づいてきてるんじゃないかなと実感してます。私ね、動画でも何回も言ってるんですけど、ほんまに肌が敏感でちょっとしたことでもすぐにニキビができて、それがねもうほぼ 98% っていうぐらいの確率でニキビ跡になりやすい肌質を持ってて、その上出産後のえげつないシミの出来ようにもガン萎えしてたんですけど、これを使い出してからかほんまに絶対嫌やった iPhone の基本カメラで撮ってもこの透明感でガチで感動してます。やっぱりね、いくら肌が白くてもニキビ跡とかシミとかっていう色素沈着がねあると肌がねちょっとくすんで見えたりして気になるじゃないですか。やけどこの商品はトーンアップと色素沈着のケアも共にねケアしてくれるものになってるので、まさにねもう何回も言うんですけど、この商品名の白玉みたいにツルンツルンでもちもちした肌に導いてくれるので、ほんまにおすすめです。はい、ってことで今日はこんな感じで、この夏絶対色白を死守したい私が最近ドハマりしてる美白系アイテムを2つご紹介したんですけど、いかがでしたでしょうか。私が自分の目で見て満足するだけじゃなくって、実際友達からも肌を褒められるぐらい大体大満足の商品になってます。この2つお気に入りすぎてまだ2つともあるんですけど、追加でねストック注文しましたっていうぐらいマジでお気に入りのものになってます。色白肌はねもう日々のケアがほんまに重要になってくるから、美白ケアを本気でしたいっていう方もぜひぜひ試してみてください。で、今日紹介した商品の情報は概要欄の方に詳しく載せているので、気になる方は概要欄の方もチェックしてみてください。はい、ということで今日の動画も参考になったなという方はチャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムの方もしてますので、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。アンニョン。